CD テネリフェ、CD テネリフェ、クラブデポルティボテンリフは、スペインカナリア諸島州サンタクルスでテネリフェに、本拠地を置く、サッカークラブ。2017から18シーズンは、セグンダディビジオン2部に所属する。2万4000人収容のエスタデオエリオドーロ、ロドリゲス・ロペスを本拠地とする。カナリア諸島のグランカナリア島に、本拠地を置くドラスパルマスとの対戦は、 カナリアショットをダービーとしてられる。CD、テネリフェが公式に設立されたのは1912年で、あるが、CD テネリフェの前身となった SC、テネリフェが、その10年前から存在していたとする文献もある。1928年に、スペイン全国選手権、リーガエスパニョーラが設立されたが、テネリフェは、地域リーグ、ディビショネスレヒオナレスでのプレーを続け、 セグンダ・ディビジオン2部に初昇格したのは1953年のことだった。1961から62シーズンにはプリメーラ・ディビジオン1部に初参戦したが、すぐにセグンダに降格し、その後の27シーズンは主にセグンダに在籍。セグンダ・ディビジオン B、1978年創設、原産部総統やテルセーラ・ディビジオン、 現四部相当、1977年以前は三部相当でもプレーした。1986年に二度目のセグンダビー広格を喫すると、ハビエル・ペレス会長が就任。わずか一シーズンでセグンダ復帰を果たすと、1989年には昇格プレーオフで、レアル・ベティスを2試合合合計4から1で下し、28シーズンぶりのプリメーラ昇格を果たした。 1991年には、アルゼンチン人のホルヘ・バルダーノが監督に就任し、2シーズン連続で、フルス・レアル・マドリードの体幹を阻止している。バルダーノ監督就任初年度となった1991から92シーズン最終節では、首位レアル・マドリードに3から2で逆転勝ちし、結果として、FC ・バルセロナの優勝に貢献することになった。これは、テネリフェの奇跡と呼ばれ、 テネリフェは、かろうじて降格を回避した。1992から93シーズンも、首位レアルマドリード、2位バルセロナという状況で、最終節を迎えたが、テネリフェは、レアルマドリードと対戦し、またしても2から0で勝利して、バルセロナの優勝に、間接的に貢献。このシーズンのテネリフェはクラブ史上最高位の5位で、シーズンを終え、UEFA カップ出場権を獲得した。 1993から94シーズンの UEFA カップでは AJ オセール、フランスとオリンピアコス FC、ギリシャに勝利してベスト16となったが3回戦でユベントス FC、イタリアに2試合合計2から4で敗れた。1995年にドイツ人のユップ・ハインケス監督が就任し、1995から96シーズンは再びクラブ史上最高位。 タイの5位となった上に、コパデルレーでは準々決勝に進出。1996から97シーズンには再び UEFA カップに出場し、1回戦でマッカビテルアビブ FC、イスラエル、2回戦で SS ラツヨ、イタリア、3回戦でフェイエノールとオランダ、準々決勝でブレンビーイフ、デンマークを破って準決勝に進出した。 ブレンビーーンセカンドレグは、ロスタイムに、アントニオ・マタが決勝点となる直接フキックを決める、劇的な試合となった。準決勝では延長戦のスペシャルケレイ4、ドイツに敗れたものの、ベスト4という快挙を成し遂げた。その後は、負のスパイラルに巻き込まれ、1999年には、何度もの監督交代も虚しく、セグンダーに降格となった。 ラファエル・ベニテス監督が率いた2000から01シーズンには最終節でウーゴ・モラレスが得点して昇格を決めた2001年夏にベニテス監督はバレンシア CF 監督に栄転しペペメルがテネリフェの新監督に就任したがバルセロナに0-6で大敗するなどしてメル監督はシーズン途中で監督の座を追われたかつて スペイン代表を指揮したハビエル・クレメンテ監督が就任したが、2001から02シーズン終了後には、結局セグンダ降格となった。続く数シーズンは深刻な財政難に悩まされ、4000万ユーロ以上の負債を抱えた。ペレス会長の後任として、ビクトル・ペレス・デ・アスカニオ会長が就任したが、アスカニオ会長も稚拙なクラブ運営のために、ミゲル・コンセプシオン会長に交代した。 コンセプシオン会長は、地元の政治家や、実業家と交渉し、クラブ系列の建設会社を設立した。セグンダでプレーした2008から09シーズンは、序盤戦こそ、失点が多くて順位が安定しなかったが、年が変わる頃から守備が安定し、2009年1月から5月に、かけて17戦無敗で順位を大きく上げた。ニノとアレハンドロ・アルファロのコンビで50点近くを上げ、 8シーズンぶりのプリメーラ昇格を決めた。2009から10シーズンは19位となり、バレンシア戦での敗戦後に、グ軍ダ降格が決まった。2010から11シーズンには3度も監督が交代し、2シーズン連続での降格となった。2011から12シーズンは実に24年ぶりのセグ軍ダ B でのプレイとなった。テネリフェのサポーターは、チチャレロスと呼ばれる。 この単語は、サンタクルス人という意味であるが、これはかつてサンタクルスが商業村だった時代に、アジ、スペイン語チチャーロが主要な食料だったことに由来する。テネリフェ島やカナリア諸島のその他の島の住民は、チチャレロスという言葉を別称として用いたが、サンタクルスの人々は親しみを込めて用いているようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。